はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画。今日は日本酒ですね。珍しい日本酒です。復興10年祈願古酒となっておりまして、こちら吉野川の、ですね、東日本大震災に、平成16年10月23日に発生した中越大地震。東日本じゃねえや。中越の大震災ですね。吉野川の仕込み蔵も大きな被害を受けました。本商品は当時まさに仕込み中だったもろみで、停電の中温度を上がりすぎないようにタンクに水をかけながら守ったものです。その後現在に至るまで大切に貯蔵し熟成させました。これまで歩んできた歳月を思わせる古酒ならではの豊かな香りと味わいをお楽しみくださいとなっています。つまり、平成16年の10月23日に詰められたもの？いや、その時にできてたものだから、まあ、実際はちょっとあれ、時間経ってるんでしょうけどね。こちら 720ml の日本酒になってますね。吉野川株式会社。新潟県の長岡市の、会社です。ここにね、シンスと書いてありまして、歴史 ?2004 年の10月23日とここに刻印されてます。2004年だから、今から12年近く前。約12年前の日本酒となってますね。つまり、日本酒は多分未開戦だったら悪くならないんではないか。いや、悪くはなるんだけど、ちょっと風味はやっぱ変わるんだろうな。ここにいろいろ書いてあるんですが、平成26年は7.13 水害、そして中越大震災から10年の年です。もう平成26年じゃなくて、もう28年か。なんですかね。長岡市はこの間、市民力、地域力で力強い復興を果たしてきました。この節目の年に亡くなられた方へ追悼、全国からの支援に対する感謝、経験と教訓の伝承、復興した姿を全国へ発信というコンセプトのもと、復興10年たくましく前へ、長岡、その先の未来へのキャッチフレーズを掲げ、全市を挙げた活動を展開しております。となってます。ね。まあ、つまり、震災から今年で28年ってことですね。18年か。じゃあ、12年か。12年の月日が経ってる。長いもんですね。本当に。長いもんです。吉野川復興10年祈願古酒。原材料名が米と米麹と醸造アルコール。精米具合が 65%。アルコール度数が19度。あ、高っ。19度。おい。日本酒度がプラス8、酸度が 1.7。製造法が、普通醸造酒となっております。製造年月日が26年の9月。製造年月日？まあいいや。26年の。これを詰めたのが26年ってことなのかな？ちょっとよくわかんないんですけどね。まあいいか。まあ一応古酒ということですか。平成16年だから、今から12年前の酒ということになります。うまいかな。うわ、すげえ、黄色！うわ！これすげえぞ。めちゃくちゃ黄色い。ほら、琥珀色や。ほとんどウイスキーレベルやね。まあウイスキーよか薄いけど。それ乾杯。ん？これはすごい。かなり変質してます、ね、
これ冷やして飲んだ方がいいわ、絶対。かなり癖が強い。あのね、あれやな。なんか、あれみたいになってる。マムシ酒みたいになってる。マムシ酒じゃないか。あの、なんだ。ハブ酒っぽい。うわ、すげえ。癖強っ。もう、ハブ酒やで、これ、ほとんど。ほとんどハブ酒やぞ。よくこれ、あれ、悪くなんないな。一応、今でも飲めるってことは、やっぱ瓶、ちょっと度数高くなってるから、19度だから結構高めなんです。それもあると思うね。結構これ安かったんですよ。値段的に。うわぁ。10年前の日本酒。すげぇな。ぶっちゃけて言うと、まずい。うん。あのね、日本酒なのになぜかハブ酒の味がするという意味不明な、あの、味わいですね。まあ、これだけ結局10年も経ってると、やっぱこんだけ変質するんやなっていう、あれでしょうね。そういうことでしょうね。うん。よくわかった。日本酒は、あれや、悪くなんないんや、多分。日本酒は、2回戦なら多分悪くなんないってことです。変質はするけどね。まあ、変質はするけど、その、なんていうかな。賞味期限的なのはあるんだけど、消費期限はないみたいな。ですね、あくまで賞味期限はあるけど、普通賞味期限ってさ、あの過ぎててもさ食えるやん。でも消費期限になるともうダメなんです。だからそれに似てるよ。うん、すごい、これはすごいわ。これはあの来るで。でも度数19度の割に結構あれですね。結構飲める。あの、まあでも日本酒はやっぱ出来たて飲んだ方がうまいっすね。やっぱり。まあでも、こういう日本酒も珍しいですよね。うん。水をかけて冷やしてたっていうんだから、すごいですね。そうか。長岡市、被災したんだっけ？だから、中越大震災、あれですね。俺が高校2年生の時だったかな。起きたのがね。だからちょうど俺が16歳の時っすよ。俺が16歳の時。なんですよね。いや、17歳の時で、クラスでね、
震災の被災したところのね、あのボランティアに行ったんですよ。まあ俺は行かなかったけどね。あの行きたい人は一緒に行こうねみたいな感じで夏休みに行ったんですよ。確か。確か。行ったっつうか、まあ俺は行かなかったけど。で、クラスのみんなで、まあ行きたい人だけど、そう行って、みたいな。で、ボランティアしてきて、みたいな感じでね。まあ俺夏休みだったから、いやいいや、つって。行かなかったんですけど。ね。懐かしいですね。高校2年生か。うん、まあでもこれはちょっと ぶっちゃけて言うとあんま飲めるもん、白物じゃないレベルですね。これ10年経ってるとね。古酒っていうかね、もう日本酒じゃなくなってる、これ。うん。一応多分体は下痢とかしないだろうと思うけど、腹下したりとかはしないとは思うけど、あくまでも、これ日本酒じゃねえよ、これ。日本酒じゃない。うん。これは日本酒じゃないです。悪いけどね。悪いけど、これ日本酒じゃないです。これは。だってさ、もう色からしてもすごいやん。ね。色からしてね、もう、軽いウイスキーみたいな感じになってるもんね。まあでも、まあこういうね、つなげる思いっていうのは大切ですよ。確かに。うん。震災から。ね、最近もね、熊本大震災ありましたからね。まあ結局、まあいろいろね、日本っていうのはやっぱり震災がつきものと、なんでしょうけどね。うん。ああ。ただこれはちょっと正直、美味しくない。癖強すぎんよ、これ。まず。ただまずいけど、やっぱり、月日のあれっすよね。これだけの古酒は珍しいんじゃない？うん。これはすごいわ。マジで。香りがもう恐ろしいことになってるもんね。ハブ酒です。ハブ酒。完全にハブ酒。4351です。ご視聴ありがとうございました。